はい、よろしくお願いします。今回は受験対策動画の証明シリーズ第3弾をお送りします。で、今回はこのね、2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しそうな方は今からね、自分の方が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。ほんじゃ、早速ね、いつも通りちょっと画面を下げてから解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっと下げますね。お待ちください。いくよ。よいしょ。ほい。OK。よし、やっていきましょう。で、これ問題文ね、外しちゃってるんですが、まあ、Twitter とかでも、このね、問題アップしてますんで、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。で、まあ、シンプルですね。で、今回初めて円を入れてきたんですが、先に言ってしまうと、円周角の定理を使います。円が出てきたら基本的に使うんですけど、で、まだ今これアップしてるのが、今8月の頭なんですけど、円周角の定理やってない方の方が多いと思います。で、これから勉強する内容なので、まだ円周角の定理って聞いた時にピンと来ない方は、今すぐやらない方がいいかもしれないです。もしくは自分の方で、円周角の定理の動画全部撮り終わってますので、そっちでちょっとある程度勉強し終わってから見てもらった方がいいと思いますので、まあタイミングはね、皆さんに任せるんですが、その辺ご容赦ください。よし、じゃあまず AEB が47度。ちょっとこれね、引かなきゃだね。ここと、で、ここ47ね。AEB。で、その時に、ADC。こっちも引くか。で、ここですね。ここを求めたいと。で、これは円周角の定理を使うと非常にシンプルに解くことができます。で、まあ、円周角の定理を考えるときに、自分よくスタート地点っていう表現をよく使うんですけど、例えば、ここ、A と B っていう2箇所をスタート地点って考えたときに、この47度っていうのは、AB から出てる部分なので、AB からスタートする円周角になります。で、今、ここです。ここ。ADB ね。ここも同じ AB っていう同じスタート地点から出てる円周角なので、当然これとこれは同じ角度になります。これが円周角の定理の一歩ね。ってことは、ここ47度ってわかるんで、そのお隣さんだから180から引けばいいじゃんと。これで終了です。だから1番は、180度マイナス47度なんで、133度と。はい、これで終了になります。一応ここもドンつけとくか。よいしょ。こんな感じだね。で、次2番で証明です。で、次が AE イコール BD という条件が与えられているので、まあ、ここはいいか分かりやすいからね。ここと、ここ、ちょっと日本線にしますね。多分見やすいと思うんで、そっちの方が。AE と BD が同じ時に、三角形 ACD、ここです。ここ。と、BCE、下ですね、ここ。これが合同であることを証明したいと。さあ、何使うかっていうとこなんですが、基本的に証明はね、その3つのアイテム、まあ合同なんで、3つのアイテムを先に探します。で、その道筋が全部ひらめいてから書き始めましょう。時間もったいないからね。で、今重なってるので、どうしようか、ちょっと書き出そうか、そしたら。ちっちゃくね。ちょっと適当で申し訳ないんですが、まずこれが、こっち ACD の方ですね。で、下の部分も書き出しておきますか。よいしょ。まあ、こんな感じですが、ちょっとフリーハンドで本当申し訳ないんだけど。まあ、この2個を求めたいと。で、まずこの状態ですぐわかるのは、ここですね。この角度同じです。なぜなら同じとこ使ってるからね。共通の角度でいけるんで、まず1個アイテムゲットしました。で、次です。で、次がですね、ここが気づいてくれると嬉しい。ここです。で、ここはさっきの1番と同じ知識ですね。円周角の定理を使って考えるんですが、こっち、D と E、この2箇所をスタート地点で考えたとき、P って出てきたここと、P って出てきたここ。両方とも同じスタート地点から出てる円周角です。つまり、円周角より、この2箇所は同じってことが言えます。さあ、2個来ましたね。で、ここ2個来たので、じゃあ、ここが分かったらいいなって発想になるんです。基本的には。そうすれば1組の辺と、その両端の角でいけると。
じゃあそこ同じって言いたいな、どう言おうかなと。で、ここが今回のポイントです、基本的には。で、これどう言うかっていうと、三角形 ABC、 大きいね、こいつが二等辺三角形だってことが言えれば、自動的に二等辺三角形なんで、こことここは同じになりますよね。ってことはそれを言いたい。で、二等辺三角形を言うっていうことは、ちょっと色変えましょうか。ここの角度とここの角度が同じって言えればいいの。底角同じになれば二等辺だからね。で、今さっきの問題の時に、ここは、さっきじゃない、今だ、今の時にこの青丸のところは同じって言えたので、じゃあこっち側もう同じっていうことができれば、同じもの同士足してるから同じでしょみたいな感じで言えると。じゃあバツのとこ同じにならないかなって思ったら、ここで AE イコール BD が生きてくる。まあ、わざわざそれを書いてくれてるからね、もちろん使うんですけど、今 AE と BD が同じです。これ同じ円の中で同じ弦ですよね、長さが。ってことは弧の長さも同じになります。で、さっきまでスタート地点が同じとき、円周角は同じ角度だよって話をしましたけど、同じ円の中だったら、ここの弧の長さ、これ弦でも構わないんですけど、このね、同じ長さのところから出てる、つまりこれ BD から出てる円周角と AE から出てる円周角なんですよ。もともとのここが同じものなので、必ずそのバツのところも同じになります。これも円周角の1個ね。ってことは、バツと丸足したんで同じでしょ、二等辺三角形でしょ、二等辺三角形だから辺の長さ同じでしょ、ってこうやって道筋を立てて3つのアイテムゲットしましたと。じゃああとは頑張って書いていこうかなといった感じになります。ちょっと正面長くなりそうですけどね。じゃあ行きましょう。で、まず、ここ間違えたくないね。三角形なんだっけ ?ACD。ACD と、で、いつも言いますけど、ここ合同マーク絶対使わないでください。ACD だから、BCE か。あってね、問題文にも書いてあるけどね。で、今、まあ、口で説明した順番でいきましょうかね。で、まず共通の角だったんで、ごめんね。共通の角より、こっちから行こうか。ACD ですね。角 ACD イコール同じ順番にしたいんで、BCE。これが1個目のアイテムになります。で、次が、ここ行こうか。ここね、この丸の部分ですね。これなんで一緒かっていうと、円周角で同じなんですよ。で、円周角よりでももちろん構わないんですが、ここ円周角いっぱい使うとこがあるので、どこの円周角を使ったのっていうのをはっきりさせた方が安全です。つまり今ここの D と E、ここのスタート地点で考えたでしょ、この2箇所だから、まあこれこう DE だよね。これのちゃんと円周角を私は見たんですよと。また円周角よりって書くと安全になります。で、ここの CAD か、角 CADイコール角で、これ対応するのを一個一個探すのめんどくさかったら、この三角形の中のどっちの位置か使えないですけど、 CAD って決まったでしょ。で、対応するのは何かなって、もちろん CBD、CBE ってすぐこうやって分かりますけど、ちょっとめんどくさいなって思うときは、もともとこの三角形、まあ、問題文に書いてくれてたですね、これって順番絶対対応してるんで、 CAD って中左右でしょ、ここが。だからこっちも中左右で書けばいいんです。CBE って。書くと、もし、ごちゃごちゃして、対応するのを見つけにくいとか、不安な方は、この三角形の、最初に固定したものを参考にするといいです。英語の順番必ず一緒になるからね。で、2個アイテム揃いました。そして、さっき言ったこのバツのとこだね。で、これの書き方はいろいろあると思うんですが、ひとまず、その AE イコール BD っていうことと、結局円周角の定理を使ったので、円周角の定理よりそのバツのところで、ここはこの三角形に入ってないんでちゃんと見るしかないね。と BAD か、あ、こっちから行くか、あ、いいね、 BAD から行こう。より角 BAD、 これ上のバツね、ここイコール下のバツは ABE か、
これが同じになったと。で、この2番と3番、要は丸と×の部分だね。この情報をくっつければ、底角が同じっていうことができるので、2、3より、三角形 ABC は、二等辺三角形であると。ちょっとこれ入ってるようでしたね。あ、OKOK。二等辺三角形であるということができます。で、それが言えたから、よって二等辺三角形だったら辺の長さ同じだからね。つまりここの書いてあるか、ここの長さとこの長さが同じになる。だから AC イコール BC と。これで最後に欲しかったアイテムをゲットすることができました。で、これでね、あと合同条件書いて終わりなんですが、番号気をつけてください。今使ってるアイテムは1番と、2番と4番です。3番は合同条件関係ないので、だから、右行こっか。ちょっと消しますね、これ。待って。よいしょ。こっから、1、2,4 より一組の辺とその両端の角が、これ右は絶対入るわ、違うね、角がごめん、それぞれ等しいので、最初に言いたかった ACD 合同三角形、BCE かとなって終了と、こういった形になります。なので、まあ今回ね、本当は円周角をね、出すのはもっと後のがいいかなとも思ったんですけど、ちょっと話を聞いてると勉強してる方ももういるんですよ、履修済みの方も。なので、やっぱり受験の時に、証明って、円が出てきたら、ほぼ円周角使うんですよ。こうやって角度のところ使えるからね。なので、まあ、もちろん習ってない方にしたらね、ちょっと早いよという気もするかもしれないんですが、まあ、いずれ後々ね、使うこともできるとは思うので、ひとまず今回はこんな感じでやらせていただきました。では、今回は受験対策動画の証明の第3弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて、本当にありがとうございました。で、次回第4弾なんですが、次回また円が出てきます。そして、ここまでずっと合同でやってきたんですが、次回相似の証明。これもね、まだ勉強してない方も多いかもしれないんですが、証明の方、まあ、次回ね、合同と証明両方、2つ証明出てくるんですけど、やっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。